エッジ検出、エッジ検出、エッジ検出は画像処理やコンピュータビジョンの用語で特徴検出の一種でありデジタル画像の画像の明るさが鋭敏により形式的に言えば不連続に変化している箇所を特定するアルゴリズムを指す。画像の明るさの鋭敏な変化を検出する目的は実世界の属性の重要な事象や変化を捉えることである。 一般的な画像形成モデルにおいて、画像の明るさの不連続な変化は次のような事象と一致する能性がある。理想的には、画像にエッジ検出を施すことで、物体の境界を示す連続する曲線が得られ、面の向きが不連続に変化している部分、要するに角も曲線として得られる。従って、 エッジ検出を画像に施すことで処理すべきデータ量が大幅に削減され、相対的にあまり重要でない情報を排除しつつ、画像の構造的属性だけを保持する。エッジ検出が成功すると、その後の画像処理がずっと単純化される。しかし、それなりに複雑な実際の画像で理想的なエッジを抽出するのは、そう簡単ではない。実際の画像から得られるエッジは、 興味深い現象と一致しない、偽のエッジがあったり、エッジ曲線が途切れていて断片化していることがあり、その後の画像処理を複雑にしている。三次元のシーンの二次元画像から抽出されるエッジは、視点依存のエッジと視点独立なエッジに分類できる。視点独立のエッジは、三次元の物体の本質的な特徴を反映したもので、表面の形状などに対応している。 視点依存のエッジは、視点が変わると変化するもので、どの方向から撮影するかに依存している。例えば視点によって、物体同士が重なる場合などである。典型的なエッジは、例えば赤のブロックと黄色のブロックの間の境界がある。一方、直線上のものは、数ピクセル幅の色が異なる部分が背景と違っている。この場合、その物体の 両サイドにエッジを検出することになる。エッジは画像処理の多くの応用で極めて重要な役割を担っており、特にマシンビジョンシステムで制御された照明下で製品を撮影して、それを解析する場合によく使われる。しかし、では全処理としてエッジ検出を行わずに画像処理する手法の研究が進んでいる。書籍には、 理想的なエッジの検出が説明されているが、実際の画像から得られるエッジは、理想のエッジとはほど遠く、一般に以下のような点に影響を受ける。以下のモデルは、実際の画像におけるエッジの可変性を完全に捉えているわけではないが、誤差関数フォーミュラ1は、エッジのぼうやけをモデル化する単純な方法としてよく使われている。一次元の画像フォーミュラ2があり、 フォーミュラ3の位置に一つのエッジがあるとき、そのモデルは次のように表される。エッジの左側では、軌道はフォーミュラ4、右側ではフォーミュラ5となる。尺度パラメータシグマを、エッジのぼやけ尺度と呼ぶ。エッジ検出が、いかに難しいかを示すため、以下の一次元の信号でエッジを検出することを考える。見ての通り、 4番目と5番目のピクセルの間にエッジがある。コンピュータは色を直接認識しているわけではなく、上の段のような数値でピクセルを認識している。4番目と5番目のピクセルの軌道の差がこれより小さく、その前後の変化がもっと激しい場合、エッジを正確に認識するのはより難しく、場合によっては複数のエッジを検出してしまうかもしれない。したがって、 エッジと判断すべきピクセル間の軌道変化の大きさは固定の式位置で済む問題ではなく単純には決められない。そのため、照明が厳密に制御された環境で単純な物体を扱うのでな限り、エッジ検出は難しい問題である。エッジ検出には様々な手法があるが大まかに2種類に分類できる。探索ベースの手法とゼロ交差法をベースとした手法である。 探索ベースの手法ではまず、通常一時微分で勾配を計算することで、エッジの強さを計算し、勾配の方向からエッジの局所的方向を予測し、その方向の勾配が局所的に極大となる箇所を探す。ゼロ交差法ベースの手法では、対象の画像から計算した二次微分式でのゼロ交差を探すもので、一般にラプラシアンでのゼロ交差か非線形。 微分式でのゼロ交差を探す。エッジ検出の全段階として平滑化、ガウス平滑化が一般的を行うのが普通であるノイズリダクション参照。エッジ検出法は主に利用する平滑化フィルタの種類とエッジの強さの計算方法が異なる。多くのエッジ検出法は画像の輝度の勾配計算に基づいており、X 軸方向と Y 軸方向で勾配を見積もる。 計算に使うフィルタの種類もそれぞれで異なる。ジョン・カイ・キャニーは1986年、エッジの検出、局所化、複数応答の最小化を可能にする理想の、平滑化フィルタを数学的に検討した。彼はこれらの過程に基づく理想のフィルタが4つの、指数項の総和でされることを示した。また、そのフィルタは、ガウス関数の一時微分で近似できることも示した。 彼は、また、被災大エッジ抑制という観念を導入した。それは、事前平滑化フィルターを適用したとき、エッジが、勾配方向の勾配の大きさが、局所的な極大となる箇所であると定義したものである。キャニーは、コンピュータビジョンの先駆者だが、キャニーポーはでも最先端のエッジ検出法である。事前条件が特殊でない限り、キャニーポーよりも、 性能の良いエッジ検出法を見つけることは難しい。キャニーデリッチェポーもキャニーポーと同様の数学的手法で得られたエッジ検出法だが、理算的観点から出発しているため、指数フィルタやガウシアンフィルタではなく、画像平滑化の再起フィルを生み出した。工実する微分エッジ検出法は、キャニーポーを尺度空間、表現から計算される、 微分不変量の観点から最低式化したものとも言える。画像の輝度の勾配を見積もる方法はいくつもある。最も単純な方法は次のような中央差分の式で表される。これは次のようなフィルタで画像をマスクするのに相当する。比較的古くからあるは次のフィルタに基づいている。一次微分の見積もりがこのように与えられると勾配の大きさは次のように計算できる。 この時勾配の方向は次のように見積もられる。同様の手法としては他にもやがある。勾配の大きさなどでエッジの強さを計算すると、次に敷値を適用して必要なエッジだけを抽出する必要がある。敷値を低く設定すればエッジは多くなり、ノイズの影響を受けやすくなるため、画像の本質的でない特徴を捉えてしまいやすくなる。 逆に敷地を高く設定すると断片化したエッジしか得られないことになる。勾配の強さを画像化したものに、敷地を適用すると得られるエッジは太いのが普通で、何らかの方法でそれを細くする必要がある。被災大抑制でエッジ検出した場合、その定義上エッジは細くなり、エッジ連結処理を施すことで、エッジの線同士を連結して、 多角形を形成することができる。理算的な手法で被災代抑制のような効果を、得るには一時微分から勾配方向を見積もり、それを45度単位に丸め、その勾配方向での勾配の強さを比較する。適切な式位置を求めるために一般に使われる手法はヒステリシスを伴った適応的式位置処理と呼ばれる手法である。これは、 複数の式位置を使うもので、まず最大の式位置でエッジの視点を求める。視点が見つかったら、そこからエッジがどう続いているかをピクセル単位に検討していき、最小の式位置より上のエッジ箇所をすべて見ていき、式位置未満になった時点で追跡をやめる。この手法はエッジが連続的な曲線になっていると仮定しており、不要なエッジを検出することなく、 必要なエッジのかすかな部分も検出できるという理がある。それでも適切な式位置を選択する問題は残っており、一般に画像によって適切な式位置は異なる。一部のエッジ検出法は軌道の二次微分に基づいている。これは軌道勾配における変化率を捉えるものである。したがって理想の連続的ケースでは二次導関数でのゼロ交差が 勾配の局所的極大になった。初期のマーヒルドレス法は、ガウジアン平滑化画像にラプラシアンを適用して、ゼロ交差を検出するものであった。しかし、この方法では、偽のエッジも検出しやすい。また、曲線のエッジに弱い性質がある。このため、現在ではほとんど使われない。より洗練された二次のエッジ検出法として、微分エッジ検出がある。 これは自動的にサブピクセルの正確さでエッジの位置を求めることができるもので、勾配方向の二次動関数のゼロ交差を以下のように検出する手法に基づいている。被災大抑制の必要条件を表現する微分幾何学的方法に基づき、画像のすべての点に画像の勾配方向を V 軸とする局所的な座標形フォーミュラ6を導入する。画像は事前に ガウシアン平滑化されているものとし、尺度フォーミュラ7における尺度空間表現フォーミュラ8を計算しておく。尺度表現の勾配の大きさは、V 方向フォーミュラ9における一時微分係数に等しく、それを V 方向に一時微分した値はゼロになるはずである。そして、フォーミュラ9を V 方向に二次微分すると負になる。局所的な変動関数フォーミュラ11。 フォーミュラ12、フォーミュラ13で明示的な式として書くと、このエッジの定義は、微分不変量のゼロ交差曲線として表現できる。この時、以下の微分不変量の符号条件が成り立つ。ここで、フォーミュラ11、フォーミュラ12、フォーミュラ13は、元の画像をガウシアン平滑化したものから得た、尺度空間表現フォーミュラ17から計算した変動関数である。 このようにして、エッジをサブピクセルの正確さで曲線として自動的に得ることができる。ヒステリシス式位置処理をこれに適用することもできる。1次微分の近似は上実したように中央差分で計算できるが、2次微分の近似は次のような尺度空間表現フォーミュラ17から計算できる。これは次のようなフィルタによるマスクと対応している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。